ホップは、イ塚ズカマサトシによる日本のソロエレクトロユニットである。14歳の時に、友人のすすめでアドリブの歌詞とメロディを作り、カセットテープに録音したことがきっかけで音楽に目覚める。当初は、コミックソングを中心に楽曲制作を行っていたが、イエローマジックオーケストラのアルバム、BGM に衝撃を受け、自らもテクノミュージックを作ることを受け継い、 友人から借りたシンセサイザーヤマハ CS01 とダブルカセットデッキを使い多重録音を行うようになる。高校生になり、念願のシンセサイザーローランド中ナンバーワン06を購入すると同時期に聴いていたエレクトロポップユニットジャランの影響もあり、自らの音楽性をエレクトロポップへとチェンジしていく。新聞配達のバイトデータ収入をシーケンサーや リズムマシン等の機材につぎ込むと、A 詞によるエレクトロポップの楽曲を多数制作するようになり、持ち味であるメロディーメイクの基礎を築いていくこととなる。やがてメジャーデビューを目指すようになるが、その過程で様々な方向性を模索。日本語歌詞や自身のボーカルによるユニット、さらにはミクスチャーロックバンドなど、これまでとは異なるジャンルスタイルを試みるようになる。 1999年には、サウンドプログラム、イーズカ、ボーカル、ナオミ、リリック、イーノによる、ユニット、パーフェクトサマークーラーで、ギターポップ系、コンピレーションアルバム、スペースサイエンティストアンブレラに2曲提供するも、最終的に活動終了となる。2000年、原点であるテクノに立ち返るため、ソロユニット、ホップを指導する。ホップという名前は、 知人から勧められたオーロラを調査するハープというプログラムの名称に由来しており、その名称から R を抜いたホップという綴りがドイツ語的な語感とテクノらしさを感じさせるというのが採用の理由となっている。当初は純粋なテクノミュージックを目指していたこともあり、テクノ色の強いサウンドであったが、MP3.com 上に公開したエレクトラパラノイアが海外で注目を得たことが、 きっかけとなり、作品の方向性を次第に、エレクトロイトシフトチェンジしていく。2002年12月1日に、自主制作アルバム、ニューエレクトロペラーディスコを発表。その後もマキシシングル、プラスチックラブ、ライブアルバム、ライブ1 1 2 2 0百二など、継続的に作品を発表していくと、その活動が、テクノユニットサイボーグ 80S の小林ズンバ。 和弘の目に留まり、交流を深めていくこととなる。2005年8月1日、ズンバ小林が、ディレクター、ドラゴンスピリットや、リッチレーサーなど数々のゲーム音楽で知られる、細江真嗣がプロデューサーを務めるレーベルテクノ4ポップ、レコーズから発売された、コンピレーションアルバム、テクノ4ポップボリューム1に、プラスチックラブを提供。2005年の夏には、 ズンバ小林から単独リリースの打診を受け、2007年3月22日に、ファーストアルバム、ディスクネションをリリースする。こうしたホップの各曲はメディアにも注目され、2001年に放送された TBS 系列、ジャングル TV タモリの法則では、エレクトラ・パラノイアが、ナインティナイン・オダチョウ・クラブ、上島竜兵、内山真二による、 即席ダンスユニットのダンス用 BGM として、また、エレクトラ・パラノイア・ディスクネションをミックス編集した楽曲が、NHK、BS、クール・ジャパン発掘。かっこいい日本のオープニングジングルとして、長期間使用されることとなる。その後も2008年にイエロー・マジック・オーケストラのレコーディングエンジニアとして知られる、寺田康彦主催のレーベルシンク・シンク・レコーズの、 コンピレーションアルバム、カジュアルミーティングスに、ロンディーロンディーを提供するなど、順調に活動を続けていたが、細部に強くこだわる制作スタイルが制作ペースに影響を与え、その後のアルバムを発表するまで、長い年月を要することとなる。2016年3月22日、9年の歳月をかけたセカンドアルバム、ハードボイルドを自身のレーベルから発表すると、 オリジナルの楽曲制作のみならず、リミックスワークやライブなどアーティストとしての活動を再開。2017年8月16日、ネコンレコーズより、バックツーザ・シャンハイディスコをリリースし、ソールドアウトさせると、2018年11月14日には、再びネコンレコーズから、ラブ・ザ・キャンディ・エストのスプリットシングル、ハブ・エクストラ・バンドルにて、ストレンジ・ガールを発表。 2019年4月24日には、サードアルバム、タイムレスを発売し、メディアにも取り上げられることとなる。タイムレス発表後は、リリースパーティーを含めたライブ活動も行うほか、キュートマンのピカリンをゲストボーカルに迎えた、Life Without y や、レーベル名トラブザ・キャンディー S のラベレスとの、コラボレーション、お願いテレパシーなど、様々なスタイルの楽曲を発表している。 テクノ4ポップレコーズアーティスト紹介ページアーカイブド2005年3月5日アットザウェイバックマシンテクノ4ポップレコーズアーティスト紹介ページアーカイブド2005年3月5日アットザウェイバックマシンテクノ4ポップレコーズアーティスト紹介ページアーカイブド2005年3月5日アットザウェイバックマシンオールアバウトエレクトロディスコ炸裂ホップインタビューオールアバウト エレクトロディスコ炸裂、ホップインタビューテクノ4ポップレコーズアーティスト、紹介ページアーカイブド2005年3月5日アット、ザ・ウェイ・バック・マシン、オール・アバウト、エレクトロディスコ炸裂、ホップインタビューホップのツイートより、ハット・ホップのツイートより、ハット・オール・アバウト、エレクトロディスコ炸裂、ホップインタビュー、タワーレコードによる、ミュージックレビューサイト、ミキキより、ありがとうございます。